エラストパルマスト2001エラストパルマストはエストニアの金学者、生命科学者、植物学者であるエストニア動植物学研究所の所長を務めたノーメで生まれた1950年からエストニア動植物学研究所で働き1985年から1990年の間所長を務めた自らの収集した3万7千の金類の標本を 含む16万の菌類標本をもとに研究した。研究者として150の論文、200の科学記事を執筆し、一般向け雑誌にも記事を書き、大衆にもキノコの専門家として、チーニバナの愛称で親しまれた。エストニアの菌類のデータベースの確立と拡充で知られる。エストニア語で最初の生命科学の教科書の著者としても知られる。 1973年から1976年の間、エストニア自然科学者協会の会長を務め、1988年に名誉会員となった。1981年にエストニア科学アカデミーの科学、地質学、生物学部門の事務長に任じられた。1987年から1995年の間、タルト大学の植物学、 エコロジーの教授として働いた。エストニア生命科学大学の農業、環境研究所の上級研究員として働いた。1976年にエストニア科学アカデミーからカール・エルンスト・フォンベーア賞を受賞し、2008年にエイリック・クマリ賞を受賞した。パーマストは植物の学名で命名者を示す場合にエラスト・パルマストを示すのに使われる。 ありがとうございます。